お父さんから聞いた話です。お父さんは学生の頃、東京ドームのプロレス警備のアルバイトをしたそうです。そのプロレスのメインの試合は、小川 VS 橋本。前に相当大功を残す試合をしたリベンジマッチで、会場は相当殺気立ってました。会場のスクリーンでは、橋本さんは、車に落書きをされたり子供が落ち込んでいるなど煽る映像が、ファンたちのボルテージを煽るのでした。お父さんは、試合会場で、ファンが柵を越えないように守る仕事でした。当日日雇いで集められ、バイトリーダーの言われるまま配置に就いたそうです。試合が始まり、選手が入場すると、ファンは柵を押して選手に近づこうとするので、必死に柵を抑えました。そして、メインの試合は、最悪の結果となりました。ファンは、その結果の内容に怒り狂い柵を壊そうとしました。バイトリーダーの、命がけで柵を守れ、に、なんで数千円で、負けなんだよと思いながら、蹴られ、殴られながら、必死で柵を抑えたそうです。もう、この仕事はやらない。そう誓った日でした。